こんにちは。人生100年時代後半を農業で頑張っている品川です。本日はブドウ作りで最も大切と私が考える作業、1年目の木の育て方シリーズ3回目、研修生と一緒に勉強してみましょう。教材を使いながら最新技術を織り交ぜてお話ししていきます。メモなど取りながら最後まで1回だけご覧ください。それではどうぞ。こんにちは、品川です。大変暑く日差しも強くなってまいりました。それに伴ってブドウも大変よく成長しております。周りを一旦見渡してみましょう。いかがですか。今年植えた苗も去年の苗も元気にすくすく成長しています。では本日はこちらのブドウの先端を切って二股に分ける作業をやってみましょう。これは極めて大切な作業ですので何本かやってみますので、ぜひ最後までじっくり見てみてください。ではこちらの木です。この誘引ラインから15センチ以上伸びております。この場合これの処理をして左右に伸ばしていくわけですけれども、まず脇芽がちゃんと出ているかを確認します。ここも立派な脇芽が出てます。ここも立派な脇芽が出てますね。でこれも脇芽が出ています。これはここを切ります。では行きます。であとはこちらとこちらが伸びてきますので、この脇芽は必要ありませんので取ります。それとこちらはもうしばらく置いておきましょう。でこの部分をテープナーで留めるのですが、なるべくこの脇芽にテープが当たらないようにしたいので、このようにやります。であとはこれとこれが順調に伸びてくるのを心待ちにいたします。はい、では次はこちらになります。これも誘引線からもう20センチ近く伸びてますね。脇芽の確認をしましょう。これ十分伸びてます。これ上ですけど十分伸びてますね。伸びてます。ここが頼りないですね。とすると、こことここを使いたいです。でも、これは、もう誘引線との間がほとんどありません。従来通りここを切るだけではちょっとダメなので、別のやり方を行います。ご覧ください。まず、ここを少し、捻枝して柔らかくします。そしてこれがこう伸びるように横向きに倒します。今真上から映すと脇芽がこのように出てるのが分かりますね。これがこう伸びていくわけです。でそれを助けるためにこちらをこのように止めます。今芽はここにありますね。下から見た方が分かりやすいかもしれないですね。この部分ですね。はい。これを横にこう伸ばしたりと。この先をここですね。これを切ります。
そしてここの脇芽は取ります。でこれはこちら側に伸びるわけですね。そしてこちらのちょっと頼りない脇芽は取ってしまいます。でですね、このケースになるっていうパターン多いんですよ、意外と、はい、なんだかんだ言ってうちの農園ではこのやり方をしているのが田んぼに近いです。このように伸びてきますので、その時点でここはお役御免になりますね。すごく手間のかかるやり方ですけれども、きれいに自然に枝が曲がっていくので手間をかける甲斐はあります。最終的にはとてもいい形になると思いますよ。ここなんですけど、ここから芽が出ていくんですけどね、あのここを使えばっていう質問がよく来るんですけど、これで伸ばせばいいじゃんっていうふうにみんな結構来るんですけど、これで伸ばしていくのはいいんですが、この誘引のワイヤーラインと同じ高さでやると結局成長していくに従ってこの上の方に行っちゃうんですよ。ラインより、ワイヤーラインより上に木が、もしくは同じ高さになるわけです。そうすると基本はワイヤーラインの下に木がこのようにあるというふうにしていかないと吊るせないんですね、ワイヤーラインから。じゃあワイヤーラインにきっちりくっつけたらどうだって言うんですけど、これもまた今度自由度がなくなってしまうのでよろしくないです。あくまでワイヤーラインよりも下にこう吊るす感じだから、これを使っちゃダメなんですよ、ここの脇芽を。でこの脇芽をこのように伸ばしていく、こういう感じになりますね。こういう、それでこっちはこう伸びていくから、まあこう伸ばしゃいいですよね。でこの形でやると一番最終的な仕上がりが綺麗になりやすいんですよ。だから本当はこのやり方を全部やるのがいいかもしれない、形の仕上がりとしては。ただ大変です、これ結構。何が大変かっていうと、これが伸びていく時を管理するのと、ここからね、またやっぱここだけブドウの芽ってね、脇芽取ってもまた出てくるんですよ、すっごく。しかも一番先端でしょ。だからあれと思ったらこんなところに伸びてるんですよ、2週間もしたら。でよく毎日のように見回るっていうのを僕よく言ってるけど、毎日全部の木を細かく見回るなんか無理なんですよ、時間的に。200本からあると。でしょうがないので、たまにこうね、最低でも1週間に2、3回は2回、まあ2回か3回ぐらいは一周ぐるりするぐらいは、ぐるりを見れるぐらいにはしたいので、その時にもうすでにこうピョキッとこの辺にね出てたりします。でそれを取ってってあげないとここが伸びないんですよ。だ結構手間かかります、これは。こまめな管理が必要です。でそれをやると綺麗な形に仕上がります。はい。でさっきみたいにここが花からなければね、もう出てくるだけを待つだけだから、ここがないパターン、さっきのやつはね、そしたらもう出てくるのを待つだけじゃないですか。だから管理が楽なんですよ。そういう差がやっぱあるので、はい。でこのパターンになるケースはやっぱりこの芽伸びですね。芽伸びというか枝伸び、こことここの間が広いとこういうケースになりやすくなりますね。じゃあかといって狭きゃいいのかっていうと、狭いっていうことは成長が弱いとも言えるので、なんとも。このケースで、うん、ここの芽が使えない時、ね、これが使えないっていうのは途中で折れるとか、折れた時とか、うん、弱いとか、はい、でもしここでこう伸びてって途中で風がなんかで折れちゃったとしますよね、はい、そしたら考え方としてはここから出てくるパターンを考えるのと、あとねここ取りますけど、ここにも芽がありましたよね、ここの芽がまた伸びてたりします。うん、うん。意外と芽って取っても生えてくるんで、これが伸びてる時にここが全く伸びないっていうこともない。それと、さらに言えば、
ここの部分全部折れちゃうことだってあるわけじゃないですか。ひょっとしたら小さなハクビシンみたいなあの獣とか、まあ、小動物いっぱいいるんでね、いろんな小動物が来て、鳥が来てぶち当たって喜んだりなんてこともあるかもしれない。鳥が来て遊んだりなんかすることもあるかもしれない。で、そのためにもこの下の方にまだ一目残してるでしょ。万一に備えて。で、あれいらないっていうのをよく先輩からも言われるんだけど、でも僕は安全策を結構取る方なので、最悪これが折れても下の方のやつが生きてれば、またこの下から伸びるの早いじゃないですか。最悪これ折れてもね、折れてもこっからまた伸びてくるんですよ。新しいのが出て。でも全く新しいのが出るのを待つよりは、せめて3枚5枚でも葉っぱが転用しているものを伸ばす方がはるかに早いでしょう。そういう意味でなるべく2本目まで残すの。1本目、2本目がこの下にありますよね。安全策として残しておいた方がいい、ね、2メーターまで伸びるまで待って取るってわけではなくて、もうちょっと手前で、まあそこまで待たなくてもいいし、まああとさらに安全策っていう意味では、2メートル2メートルにこれを伸ばします。下のやつもこう上に伸ばすと、このように下のやつも上に伸ばして、こういうふうに伸ばしてしまって3番目の枝にしている木もうちの農園であるのを気づいたと思うけど、真ん中も伸ばしてるのもあるんですよ。万が一の万が一のつもりで残しておいた下の枝が伸びてきて、なんかすげえ元気だからとりあえず置いとこうと。で、置いといたらそっから翌年すごくいいブドウの赤ちゃんが出てくるんで、あれこのまま育てようかなっていう。T 字になってる。T 字プラス真ん中が1個出てるみたいな。だから要するに、一文字以外の主枝、一文字だと主枝が2本じゃないですか。はいはい、で、真ん中にも1本伸ばすから、主枝が3本みたいな感じの作り方をしている木が、うちの農園でも何十本もありますよね。はい。まあ、それは、たまたまそうなったとも言えるけど、考え方として安全策を取り続けた、安全策を取った結果、そういう風になった。で、なおかつその3本目の枝からいいブドウが毎年出るから、あ、これはこれで使おうかなと。でね、この枝の管理、伸ばし方において、一つだけ確実なことがあるんですよ。切るのはいつでもできるんですよ。でも伸ばすのは伸びてこないかもしれないし、伸ばすのに時間がかかるんですよ。だから切るのはいつでもできるから置いといて、それを使うに越したことはない。それにもう葉っぱがもう5枚7枚とか増えてきてたら、木にとってエネルギーを浪費しているではなく、光合成をして木のためになってるわけですよ。だからこの下のやつも今は葉っぱが 2,3 枚しかないから、木にとっては負担もある、光合成をしてくれて木にエネルギーが入ってくる、どちらかといえば負担の方が多いかもしれない。でもだんだん伸びてくれば、葉っぱが大きくなれば、今度は光合成をして木にエネルギーを入れてくれるわけなんですよ。そしたら残しといてもいいじゃないっていう、そういう考え方ですね。まとめますと、たった一言です。切るのはいつでもできるけど、育てるとか伸ばすというのは一朝一夕にいかないわけなんですね。安全策として T 字一文字の2本だけじゃなく、真ん中の矢を置いとくっていうのもまあいいんじゃないのっていう。でもうちの木でも全部が3本じゃないですよね。3本の木の方が少ないです、圧倒的に。はい、2本で十分だよね、こんだけ大きくなってんだから。そんな感じです。だから途中でやっぱり3本目を切ってるっていうものが多いですよね、うん、残すよりは。そんな感じです。はい、はい、じゃあ続きいきましょう。まだあるどうぞ。いいよ。このここから伸ばしてって、うん、これのこと。あ、はい、はい、ここから伸ば、はい、目的する伸ばして伸ばしました。盤線、はい、に誘引できるようになりました。うん、できるだけ長さになりました。なのでここの多分支えをいらないとこ切っちゃうっていう
ここでね、はい、ここの部分ですね。ここですね、うん、はい、切っていいと思います。失礼したんですけど。ところが、この切るのはいいんだけど、はい、さっきもお話したように、ここを切ると、ここから樹液が出ちゃうんですよね。はいはい、だから、なるべくなら、もう秋が来る、冬が来るまで、はい、この最後の葉っぱも、葉っぱっていうか、これ枝黒くなってくるんで、はい、もうそのまま残して、冬に切る方が、より安全ですよね。はい、でもその間ずっとこっから出てくるわけで、はい、増えないようにきっちりこう目かきしていかなきゃいけないんで面倒なんですよ。なんかその子を逆になんか真上に伸ばしてあげて転用させて光合成を得るっていう、はい、あ、それもそうなんだけど、はい、この部分を真上に伸ばすとこっちも自然的に上に伸びちゃうじゃないですか。だからあの木の形をこう綺麗にこうむにょーんとこっちに曲げたいわけなので、これを上に伸ばすわけにいかないんですね、やっぱり。はい、あ、ありがとうございます。そういうことです。あ、ちょっといいですか。はい、どうぞ。あの3本と2本の先ほどの話の続きで、うん、はいはい、3本の方が、うん、ちょっとここ詳しく言ってみましょうか。そのホワイトボードをちょっと押してください。はい、葉っぱの量がちょっと待ってね、はい、一旦あの一時にしてください。一時で、はい。だから B さんおっしゃってるのというか、さっき話した3本目の矢っていうのはこういうことなんですよ。はい、だから1本目、つまりこの部分で、1、2、ここですね。1、2、これになります。で、ここの下に残してるのがあるので、それも育てとこうかというのが3本目の矢。はい、3本目の枝を残しておくやり方なんですよ。それを前提でどうぞ。はい、そうすると3本目の主枝からも、うん、これね、まあ、枝が出てきて葉っぱが増えていくってことになると思うので、うん、はい、そういうことですね。こっからこんな感じで、はい、あのピコ、そうすると1本あたりの葉っぱの数でいうと、うん、はい、多くなると思うんですね。そうすると病気とかそういったリスクとかはどうなのかなってとこが質問です。あの病気のリスクっていう意味では、葉っぱと葉っぱの重なりが多ければ多いほど、枝と枝の重なりが多ければ多いほど病気リスクは高くなります。はい、理由は風通しが悪くなるから、うんうん、で太陽光の通り方もね、日陰が多くなったりするわけでしょ。だからそれは当然ですね。だからそれをあのこっちの枝、こっちの枝、3本目の枝の重なりが多くなってくるよねって言ったら、もうこの3本目のやつは冬に切ってしまう。でもひょっとしたらあり得ることですが、この部分から芽が出てこないってこともありますよね。ひょっとしたら、まあ芽が出てこないはあんまりないにしても、芽が出てくるのが少ないと。だからこっちはこう、綺麗にシャパシャパシャパとこう、たくさん出てるのに、先っぽの方はね。で、こっちの方はなんとなくヒョロヒョロ、これ終わり、ヒョロヒョロ、みたいな感じだったら、真ん中に葉っぱがない木になってしまうので、それを補うためにも3本の木の方がいいよね。3本の枝ですね。3本の枝を残しておいた方がいいよね、っていう考え方ですね。いかがでしたか？よくご理解いただけましたでしょうか。では次に、この作業をした後どのように育っていくか、2週間後の様子をお見せしたいと思います。1つ目はこちらです。ご覧ください。上から1個目2個目、綺麗に脇芽が出てきています。次はこちらです。上から1番目、2番目の脇芽がきれいに伸びてきています。見事ですね。いい感じです。次はこちらです。これは2番目の脇芽がよりよく成長していますね。最初から大きめの脇芽でした。きれいに伸びています。左右に分かれるのも分けやすいですね。最後はこちら、元の枝ごと曲げるようにしたパターンのやつですね。一番目の脇芽は枝ごと右側に伸びるように曲げています。
2番目の脇芽、これは今上に伸びておりますが、これを左に曲げていくように調整いたします。まあまあ綺麗にできていると思います。でこの上の部分テープなどで留めてたのをこの被覆線に変えてますね。それでこの先の葉っぱがあったんですけど、先の葉っぱはどうも途中で落ちたようだから落としたまんまになってますね。それでこれ見てほしいんですけど、これは今上に伸びておりますが、これを左、これです。この脇芽はまあ真上に伸びてるじゃないですか。でこれをこっちに曲げていくんだけど、この脇芽枝自体がこう傾いてるのに、まあ、枝が傾いてるのにそっちの方向には行かずに真上に伸びようとするでしょう。脇芽は当然真上に伸びようとするので、この真上に伸びようとするものをこっちの方に向けてってあげなきゃいけない作業があるわけですよ。で、この細かな作業をどうするかっていうのは、引き続きの動画でご説明してますけど、こことこの葉っぱの間とか枝の間とかをこの被覆誘引線とかテープナーとかを使って早めに曲げといてあげる手と、ある程度大きくなってきてから捻枝する方法と二通りあります。どっちが正しいとはまあ言えないけど、なるべく木に負担がないようにその木の状態を見ながら斜めにこっちに伸びていくようになるべく早いうちから作業をしといた方がいいです。はい、左に曲げていくように調整いたします。まあまあ綺麗にできていると思います。このようにブドウの枝の先端を二股に分けていく作業はとても大切です。一つ一つの作業を丁寧にやっていきましょう。本日も動画をご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。はい、じゃあそのままもう解説で、はい、じゃあ今のところどうぞ。いかがですか、もう動画の中で言っただけでいいかな。はい、いかがでしたか。ブドウの木の1年目の育て方、上に伸ばしていって直近して二股に分けるとても大切な作業、ここの部分をしっかりできるかどうかでブドウの木の一生が決まると言ってもおかしくありません。この部分を特に念入りにしっかり作業していきたいですね。本日も動画をご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。